こんにちは。山田つゆきです。それでは今日も戦略チャンネルで学んでいきましょう。企業時に法人口座としてベストな銀行はこれ。審査の投資方ノウハウもというテーマでお話ししていきたいと思います。もうすでにですね、銀行口座を持っている方もベストな銀行は法人口座はこれだというのをですね、お話ししていきたいと思うので、もしかしたら乗り換えも可能かなというふうに思います。で、法人口座を徹底比較したいなというふうに思ってまして、 やはりですね、自分でですね、こうリサーチ、ネットでですね、やっても、いろんなアフィリエーターがですね、いろんなこう講座をお勧めしていて、どれが一番いいかはよくわからなかったりとかですね、一回講座作っちゃうと、なかなかこう乗り換えるって大変だったりとか、どの銀行が本当にいいかっていうのをですね、使ってみて、え、実はそ違う銀行の方が良かったのに、みたいなのがあったりとかするんですけども、そういったものをですね、私のこの経験の中からあお話ししていきたいなというふうに思います。 ですので、リサーチは試してる時間が非常にもったいないので、やはり企業時とかですね、日々こう経営している中で、こういった時間にはもうできるだけ削減していきましょうということです。で、この中ではですね、法人登記におすすめのバーチャルオフィスもおすすめ、えー、紹介しますし、で、あの、今だったら結構審査に通らないっていうのがあったりするらしいんですね。で、講座解説の審査の通し方ノウハウもお伝えしますし、で、講座を作ったらですね、法人カード、 クレジットカードのベストはこれだというのをお伝えしていきたいなというふうに思っております。まず、メガバンクか、ネットバンクかですね。メガバンクというと、三井住友とかですね、三菱東京 UFJ とか、そういった感じですね。ネットバンクというと、なんかいろんなね、ジャパンネットバンクとか、楽天銀行とか、いろんなネットバンクがあるんですけども、まず、法人口座の場合、メガバンクかネットバンクがどっちにしようかなみたいな。ネットで見てもですね、どっちもこうだ、あっちもこうだみたいな書いてあると思うんですが、私がもうお伝えしたい結論はこれです。 断然、ネットバンクですね。えー、ネットバンクで法人口座作ると、って先輩とかに聞くとですね、信頼性がね、取引先からね、みたいな感じで言われたりするんですが、もうそんな話はですね、15年前の話であって、えー、もう取引先の信用も今の時代全く問題ありませんと。で、かつ、支店がないよね、みたいな話なんか困った時、いや,いや、支店なんかも行く必要なんか全くありませんよね、と。 いうことであったりとか、あと借り入れするときに、みたいな、借り入れは金融広告とか地銀とかですね、いけばいいかなというふうに思いますので、もう断然ネットバンクです。でメ、メガバンクのデメリットなんですが、月額費用がかかったりするんですよね。個人だったらかからないんです法人だとやっぱ2000円くらいかかったりするんですよね。やっぱり少しでもね、えー、経費抑えたいということがありますから、月額費用を抑えましょうということと、かつですね、UI、ユーザーインターフェースですね、画面ですね。 操作画面が非常にこう使いにくいんですよね。なのでそれで非常にこう効率が悪くなったりとか、あとはですね、セキュリティという名の証明書とかですね、いろんなものがなんかあったし、ガッチガチすぎてオフィスじゃないとアクセスできませんとかですね、えー、インターネットエクスプローラーしか、IE しか使えないケースがあったりして、え、ブラウザ切り替えても効率がこうめちゃくちゃ落ちますので、え、メガバンクはもう、もうね、これから作る方はやめましょうということですね。で、 ベストな法人講座じゃあどれなのということなんですが、えー、ネットバンクの法人講座でも選ぶならこの4項かなというの。いろんなネットで調べていただいたらわかるんですが、出てくるのはいつもこの4項だと思います。手数料で比較したりとかですね。なんか、あの審査の通りやすいところとかですね。なんかいろんなこう、比較ポイントがアフィリエーターさんがされてますけども、 その中で僕なりのこういう基準で選ぶといいですよっていうのをお伝えしたいと思ってます。で、スミシン SBI とかですね、GMO、青空ネット銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行、まあ、この4つに絞られるかなと、ネットで探してもそれがばっかり出てくると思います。で、その中でですね、いろんな選択基準、比較基準があるんですが、もうポイントはまず、ここが非常に重要だというところが、これです。ペイジー。 ペイジですね。ペイジーって何かっていうと、税金とかですね。いろんなその国への支払いみたいな時に、金融機関に行って支払わないといけなかったりとか、コンビニ行って支払わないといけないようなものがあったりするんですが、ペイジーに対応している銀行だとネットからできるんですね。せっかくメガバンクとネットバンクで、 え、ネットバンクにしたにもかかわらず、その税金の支払いは、あ金融機関に歩いていって違う銀行で払うみたいな、本末伝統なことが起きてしまうので、え、このページもね、時間もったいないですから、ページに対応していることがマストですと。じゃあ非対応どこかと。この4つのうち非対応なのは、え、住新 SBI、GMO、青空ネット銀行ですと。いうことで、この2つは消えました、ということになります。で、対応しているのはジャパンネット銀行と楽天銀行になるので、このどちらか、 になりますで、この二つのうちの一つ、ベストを選ぶとしたらどっちでしょうという話なんですが、私はもう楽天銀行と結論付けています。 で、メリットとしてはですね、まあ信用は必要ないというふうに言ってましたけども、まあ楽天銀行の法人としての信用度が高く見られがち、まあ取引先がですね、結構もう長くやってる何代目とかですね、でもう結構その古い社長だったりすると、まあまあ楽天は知ってるかなみたいなね、球団も持ってるし、みたいな感じで、まあ楽天の銀行だったら安心かっていう話になると思うので、信用度も一応ジャパンネットバンクよりは高く見られます。そして、 振り込み時のワンタイムパスワードって今結構あるんですよね。えー、振り込む時にセキュリティー高めるために、えー、こう、トークンみたいな、6桁のパスワードみたいなんで出てくるんですけども、一時的なパスワードですね。それが楽天銀行はこう、アプリなんですね。なので普段使ってるスマートフォンで、その、振り込みができるんですね。で、一方、ジャパンネットバンクはですね、トークンと言われる、うこういったカードとかそういったなんかキーみたいな、こういうキーホルダー式で、これを を持ってないと振り込みがこうできなかったりするんですね。しかもこう有効期限があったりするんですね。なので、これなくすっていうリスクもあったりしますし、あれどこ行ったっけみたいな。ちょっと振り込む時にどっか引き出しに入っちゃったみたいな感じになったりするので、このトークンじゃないアプリ型が非常に楽天ゲークいいかなと思います。そして、ユーザーごとに与えれる権限が細かく指定できたりするんですね。 もちろん、あの、ジャパンネットマークでもできるんですが、3つしか種類がないんですけども、楽天銀行は3つ種類がある中で、プラス、これだけの項目をですね、それぞれこの人はオン、この人はオフみたいな感じで、えー、全部細かくこう指定することができるので、えー、この、 いろんな方がこう、対応することができるようになって、でもこの権限を与えないみたいなことが非常にこう、設定できるのでおすすめです。そして最大ユーザーが200名までということですね。えー、まあ全然あの、ジャパンネットマークだったら最大20名なので20名でもあれば十分だよという話もあると思うんですが、 これから会社をどんどん大きくしていきたいという野望もあると思うので、その時には20人かジャパンネットワークが乗り換える、じゃあ引き落としも全部変えて、支払いの請求書とかも全部変えてってなると、めんどくさいので最初から200ユーザー絶対超えないような、銀行のね、ユーザーは200人超えないような、大丈夫なような楽天に加を選ぶといいかなと思います。そして、 楽天ポイントは振込手数料に使えたりするんですね。で楽天やっぱり会社でも何か、ね、備品とか買ったりすることがあると思うんですが、そういったポイントが貯まった時は楽天銀行の振込手数料に、えー、こう当てることができますと。あとは楽天証券の親和性も非常にいいですし、 e バンク時代からやっぱ使いやすい UI を引き継いでますので、楽天銀行がこうね、e、楽天が e バンクを買収して楽天銀行になったんですけども、e バンクですね、非常にこう先進的な銀行として、えー、昔ネットバンクとして有名だったんですけども、そこを引き継いでいるので、えー、使いやすい UI だというふうに思います。で、デメリットは何かというとですね、口座引き落都市が設定できないケースがあったりするんですね。でも今の時代法人でもですね、カードを使うのが当たり前の時代になってきましたので、カードで支払うことで大体、 カバーできるんですが、それでも、どうしても例えば、税理士さんとか弁護士さんとかの引き落としは、口座引き落としじゃないとダメです、みたいな感じで言われたりするケースがあるんですね。そういう時は、例えば、月額費用が無料の遊女銀行を併用するか、もしくはですね、顧問費用だったら毎月一定だったりするので、毎月自動振込みっていう設定がこうできたりするので、自動振込みを設定しておくと対応することができます。で、 審査ですね。審査通らなければ意味がないということで、審査を通す講座解説ノウハウです。まず、携帯電話では、あの、ダメなんですね。とはいえですね、普段電話あんまり使わないビジネスなのにゼロ、0、0固定電話をね、そのために引くってなんか、もったいないですよね。で、それでお勧めしたいのが、この050の番号で取れるスマートークっていうのがあるんですね。これも楽天グループなんですが、 月額費用0円で050の番号が発行できて、そして、これは携帯電話とみなされないんですが、アプリをですね、スマートフォンに入れたら普通にこう電話かかってきたりするんですね。なので、講座を通すときにこの050の番号を作っておくと便利ですと。 でた、たまにかかってきたりするので、えー、アプリでこう、着信が、アプリをちゃんと入れといて、着信があった時に、しっかりと取れるようにしておいたりとか、折り返せるようにしておきましょうということですね。で、あと、ホームページも、楽天銀行の場合は持ってなくても大丈夫です。ジャパンネットバンクの場合は、ホームページかもしくはチラシか、また違った、みたいな感じで、結構申請書類がいろいろ大変なんですが、ホームページなしでも OK だし、楽天銀行はですね、契約書で OK なんです。で、契約書はですね、えー、 私が、あの、弁護士さんにお願いして、ひな型、あの、無料で、最強弁護士による契約書テンプレート集というのをですね、無料で公開しているので、これをまたリンク貼っておきますので、ここの業務委託契約書をですね、ここで社名を入れて、取引先とかにですね、これで埋めていただいたり、もしくはコンサルティング業務契約書みたいなものを埋めていただいて、それで、クラウドサインですね。 クラウドサインって今も非常にこうオンラインで契約できるサービスでクラウドサインでメールアドレスでピッと送ってでタイピングする署名だけで契約書として認めていただいて楽天銀行の口座開設できますからクラウドサインの契約書を印刷して同梱して送るだけで大丈夫ですそして 他の銀行だとバーチャルオフィスの住所だとですね、通らないケースが結構あったりするんですが、楽天銀行バーチャルオフィスでも通りますと。で、おすすめのバーチャルオフィスはこちらですね、私も使ってるんですけども、このレゾナンスという月額1500円で使えてですね、郵送も、郵送はまあちょっとお、郵送手数料は無料ですけども、その切手代みたいな。 あの、発送の実費だけかかるんですけども、一週間に一回郵送で送られてくるので、東京の港区浜松町の住所を持ちながら、えー、それで郵便物を転送してくれると。で、この先にはまぁさらに、プラスでお金払えば電話を受けてもらえたりするようなサービスもありますが、私の場合は電話なしなので、えー、郵送を転送してもらうというサービスで1ヶ月1500円で使っているレゾナンスっていうのがおすすめです。これも全部リンク貼っておきます。 そして、法人口座が解説できたら、もう法人用クレジットカードをすぐにね、作り始めましょうということで、法人ク用クレジットカードのベストはこれだというのはですね、これもリンクを説明欄に貼っておきますので、ぜひ続きで見てみてください。それでは明日も戦略チャンネルでどんどん学んでいきましょう。